いやー、なんか森の中ってドキドキする感じあるよね。じゃあ作者に聞いてみよはい。いや、上田さん、こんにちは。こんにちは。まずですね、森の洞窟が生まれたきっかけを教えていただけますか。ちょっとホラーっぽいお話を作ろうということが、まずきっかけとして作った作品です。で、その時に、ちょっと、僕、奈良出身なんですけれど、奈良のちょっと地元に関係したようなお話を作りたいなと思って、で、ちょっと地元の、昔話とかを探していると、神様が、何個だったかな、99個、谷を作ったらしいんですけど、そのうちの1個が隠されているみたいなお話があって、これをちょっとモチーフに、山の中で遊んでる男の子が、たまたまその人が入っちゃダメなところに入ってしまって、ちょっと不思議な体験をするっていうようなお話を作りました。で、大きい木とか出てくるんですけど、あれもちょっと僕の地元で、ご神木があってですね、それも僕ちっちゃい頃ご神木だと知らなかったんですけれど、16歳の時に、
成人の儀式みたいなのがうちの地元では残ってたんで、その時にご神木にちょっとお供え物するみたいな風習があって、でその意をちょっとモチーフに作ってみました。図書館に行くと自分の地域の昔話とかって本でまとめられてるコーナーとかがあったりするんで、そこで見てもらったらなんかいろいろ面白い話とかあると思うんですけど、僕は図書館でちょっと探しました。なるほどなるほど、わかりました。どういうふうに書かれてるか見せていただいてもよろしいですか。はい、はい、森の洞窟なんですけれど、まあ、例えば、タイトル出てくるところとかの、実際にこれ、映画、もともとの一番最初の映画、こんな感じなんですけれど、はい、はい、見えてますか？はい。あ、見えてますか？はい。ちょっとラフな絵を描いて、で、それをもとに、うん、追いかけてるんですね。はい、ちょっと綺麗になった絵みたいな。ああ、なるほど、なるほど。で、その後、線とかを清書していって、こんな感じの絵にして、うん、こうやって背景作った後、まあ、あれですね、男の子がこう、画面の奥に向かって走っていく。はいはい、なるほど、なるほど。こんな感じで。パラパラ漫画みたいな感じですね。なるほど。こう、網を振りかぶるというような感じで、はい、背景は背景だけで描いて、はい、男の子は男の子だけで描いて、で、まあ、例えば、タイトルをバンとこう、ああ、はいはい、それね。準備してみたいな。それは渋い字ですよね。それなんか思いました。で、なんか実は、知り合いの方の、家の裏手に防空壕があるらしい。ああ、なるほど、なるほど。それで、防空壕、なんかその人の家に遊びに行った時に、はい、防空壕入らせてもらったことがあって、その時に撮ってたんですね。で、今回なんか洞窟の中の、洞窟の外観のイメージで、なんか昔入らせてもらった防空壕がすごく雰囲気が合ってるなと思って、その写真からちょっと絵を起こしていって、最終的には、こんな感じで、線画にした後、なるほど、なるほど。この、森の洞窟の時は全部パソコンの方で色を塗っていったので、線だけ描いた後、それをパソコンで色を塗っていってます。二つ目のご紹介した素晴らしい世界。はい。はい、色彩がこちらとても綺麗だったんですけども、こちらはどうやって作られてますか？はい、こちらの方は、色自体はちょっと実際に描いた後、パソコンで編集してます。で、素晴らしい世界のアニメーション自体は、こんな風にですね、これちょっと簡単なやつなんですけれど、はい、光る道具がありまして、はいはいはい、これライトボックスっていう道具なんですけれど、はい、まあ、例えば、はい、こんな風に、なるほど、黒い角度で、ライトをつけた状態で、こんな風にもう一枚、まあすでにちょっと透けてるんですけど、こんな風に光に透かすとより見えるので、はい、これをこの状態でちょっとずれた位置に、ああなるほど、点を描く。でさらにそれをまあ、同じ位置でノートの角で合わせて、はい、こういうふうに透けてる状態で、はい、
ちょっとまた違う位置に書いていくっていう風なことを、あの、繰り返していくと、あの、アニメってちょっと動いて見えたりするんですけど、まあ、あの、それがアニメの仕組みなんですけれど、あの、そんな風に、あの、実際にバーっと、こう、これぐらい、こう、書いていって、あの、それを全部パソコンに取り込んでやってます。で、まあ、あの、ライトボックスとかって、まあ、あの、ね、お家にない方も多いと思うんですけど、まあ、その場合でもですね、あの、照明とか、あの、ガラスから入ってくる太陽の光とかにちょっと、あの、紙を透かせると、あの、前に書いた線とかが見えるので、それとちょっと、あの、ちょっと違う位置に、丸い絵とか、別に人とかじゃなくてもいいんですよね。三角形とか丸とか図形とか、うん、まあ、こんな風な、あの、黒い点々とかでも、何でもいいから、はい、こんな風なものを書いて、はい、キューッと、まあ、流れ星みたいに尾っぽつけてもいいし、はいはいはい、に書いていって、あの、つなげていって、あの、素晴らしい世界っていう風な、あの、作品はできてます。あの世界、あの、あの作品はちょっとアニメーションって、なんか、僕個人は単純に動いてることとかが面白かったりとか、絵が動いてること自体が面白いっていう風に思ってるので、そういう風な、なんかあの、お話がなくてもちょっと、あの、色が綺麗だったりとか、うん、なんとなく見てて、ずっと見てられるなとか、なんかそういう部分を楽しめるアニメーションの世界をちょっとしてほしいっていう意味で、あの、アニメーションの世界って結構素晴らしいよっていうので、素晴らしい世界つけて作品にしてます。子供が、あの、よくモチーフとして、あの、使う理由なんですけれど、あの、子供って結構、あの、何にでもなれるというか、あの、その先がまだ決まっていないし、何にでもなれる可能性とかいろいろ持ってると思うんですけれど、アニメーションってなんかその、まあ、例えばこの最初に書いた点とかでも、まあ、あの、この後例えば書き足していったら、はい、あの、ハートの形になったりとか、あの、三角形になったりとか、はい、何でも、何の形にでもなりますよね。はい、はい。なんかあの、何もまだ決まっていない、状態で、なんかすごく、あの、何にでもなれるなというので、アニメーションっていうのと、あの、すごく、あの、自分の中でこう、合致するというか、あの、そういうふうなのと、アニメーションって、やっぱり、特に日本においては、キャラクターのアニメーションっていうのがすごく、有名というか、それしかアニメーションって知らない方とかも実際結構多かったりすると思うんだけど、アニメーションって、まあ、例えば、僕の作品とかでもテーマにしてるような、なんか動きが面白いとか、はい、そういう部分とかでも全然楽しめるような、いろんな魅力的な作品っていっぱいあると思うので、はい、そういうのに、触れるきっかけとかをどん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 作っていけたりできたらいいなとか思ったりとかしてます。じゃあ上田さんありがとうございました。上田さんありがとうございました。ありがとうございました。上田さんのその他の作品は画面下の URL からも見られますよ。次回のアニメの森もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。